クロノス・ジョーンターの伝説は、カジオ・マサハルの SF 小説。映画、この胸いっぱいの愛を、の原作小説ではあるが、内容は大きく異なる。2019年には、監督、ハチスカ・ケンタロウ、主演、下野公で映画化された。1995年、秋。十島重工の開発部門だけを担当する会社、P ・フレックにて、 時間軸圧縮理論を採用した巨大な物質過去放出器、またの名をクロノス常温ターの開発に成功する。だが、実験を重ねていくうちに、クロノス常温ターには重大な欠点があることが発覚する。それは物質を過去に飛ばすことができても、長時間とどまらせることができず、しかも戻ってくるのが現在ではなく、未来に弾き飛ばされてしまうのだ。 P フレック開発参加に所属する、吹原和彦は、通勤時に通りがかる花屋で働く吹き、雷ヨシコに片思いをしていた。ようやく、彼女との食事の約束を取り付けたのもつかの間、彼女の働く花屋に、化学薬品を積んだ、タンクローリーが追突,突、彼女は亡くなってしまう。吹原は、雷ヨシコを助けるべくクロノスジョーンターに乗り込むが、時の神、 クロノスの洗礼を受けてしまう。1991年12月23日、イラストレーターのクルルズキ・ケイは、マンション近くのゴミ捨て場で倒れている、深川・アキラリョウと出会う。ケイは解放しているうちに、深川に惹かれ、また深川もケイに惹かれ、そうしそう愛になる。しかし、深川には、時間が残されていなかった。深川・アキラリョウは、ピー・フレックの開発一家に、 所属していた。ある日、開発3カと4カを束ねるの型に、人体実験として新たに開発した、小さいクロノスジョーンターである、パーソナルボグを装着して、過去に飛ぶよう依頼される。パーソナルボグを使うと、本来よりも長く滞在できるが、二度とクロノスジョーンターに乗れなくなる装置だという。天外孤独の深輪は、 その依頼を受ける代わりに1991年12月25日に解体されてしまう朝広お旅館の前景を見てみたいと頼み過去にやってきたのだ。しかしパーソナルボグのエネルギーが野方の計算よりも大幅に早く切れそうにな上に朝広お旅館はすでに工事の準備で高い塀で覆われて全く建物が見られない状況になっていた。1980年 夏、11歳の鈴谷樹は入院していた病院で富士の病に侵された青年、青木博士と出会う。樹は博士をひい兄ちゃんと呼び、彼が読んだ小説や彼の作った物語を聞くのが好きだった。樹と同じ名の少女が登場するロバート F ・ヤングの小説、タンポポ娘の話を聞いている最中にひい兄ちゃんは、 倒れてしまい、間もなくして亡くなってしまう。樹はそれをきっかけに、医師になることを志すようになる。それから19年後の1999年、夏。医師になった、樹のもとに、取引をしている、製薬会社の古屋からひい兄ちゃんのかかっていた富士の、病を治す特効薬が開発されたことを聞かされ、サンプルをもらう。同じ病気の入院患者に投与したところ、 みるみるうちに回復したのだ。もしあの時、この薬があれば。そう思っていた矢先、強制的に見合いをさせられる。相手は、野方講師。彼の実家は開業医なのだが、野方は、工業系の会社に就職したために、医師の嫁を探しているのだという。その野方から、開発中止が決まったのにもかかわらずこっそり開発を。 続けているクロノス・ジョーンターの話を聞いたジュリは、野形を説得し、パーソナルボグの改良版、パーソナルボグ2を使って19年前に飛んで、ひい兄ちゃんを助けに行くことに。重島重工に勤める秋沢里氏は、友人の紹介で出会った、梨田博美と出会い結婚するが、博美は、交通事故で亡くなってしまう。昇進の秋沢は、上司から、P、ピーフレックに、 長期出張で欠員が出ているからと移動を提案され、流されるまま受けることに。P フレックでは、開発4課に配属され、クロノスジョーンター、そして開発4課で独自に開発している、時間螺線理論を採用した、クロノススパイラルの存在を知る。クロノスジョーンターは時間と場所を指定できるが止まることが、できず、未来に弾き飛ばされる。 その代わりクロノススパイラルはその時代に止まることができるが、螺旋の周期は39年。クロノススパイラルでは39年ごとにしか行くことができないのだ。それを知った秋沢は、クロノスジョーンターに乗って、広ロを助けに行こうと決心し、積極的に開発の手助けをする。しかし、思わぬトラブルによって、クロノスジョーンターの開発が中止、解体。 撤去されてしまった。P フレック開発傘下に所属する栗塚哲也は、クロノス・ジョーンターが放出した物質の到着地の誤差をなくす設定をする仕事をしていた。そんな最中、母親のあたか子が病気で亡くなる。栗塚は母子家庭であたか子のことを恨んでいた。幼少期から自分を放って小さな飲み屋を切り盛りし、自宅ではいつもしかめっつらで、 少々のことで栗塚のことを怒っていた。その上、小学校高校学年の下校途中に、見知らぬ男と、親密な様子で歩いているのを目撃してしまったのだ。あたか子にとって自分が必要ない人間だと思った、栗塚は、高校から寮で住むようになり、そのまま関係を持たずに暮らしてきた。仕事が一段落した時、会社に、あたか子の店の出資者である森山がやってくる。 あたか子から預かった、クリツカ名義の貯金通帳を届けに来たのだ。その際、森山は、幾度も、あたか子に求婚したが、クリズカの母親であるために結婚を拒んでいたことを、聞かされる。そして、あたか子が、自分に会いたがっていたことも、そんな最中、の方が、クロノス・ジョーンターの実験台の志願者を探している。話を耳にする。千三十九年、 秋、79歳の野型講師のもとに、ひじき、ヤフー店と名乗る老人が訪ねてくる。彼は、加減博物館という歴史に隠された機器を展示する、博物館の館長をしており、クロノスジョーオンターを手に入れたというのだ。そこで、野型に展示パネルのための説明を聞きたいと、はるばるやってきたのだ。クロノスジョーオンターを開発した意味はあったのだろうかと。 悩んでいたの方は、キジキアの励ましに感銘を受け、クロノスジョーンターの調整をすると申し出る。クロノスジョーンターの調整をしているうちに、あることを思い出す。それは、学生時代に亡くなった親友の萩塚ツ也のことだった。しかし、クロノスジョーンターでは20年前までが限界。だが、キジキアの提案により、パーソナルボグ2を使えば57年前に行くことが、 可能だということを知る。中編、クロノス・ジョーンターの伝説小説誌、グリフォン1994年新年号に掲載。単行本時には、吹原和彦の軌跡に解題。新書版、クロノス・ジョーンターの伝説1994年発刊。1、深川明良の軌跡を書き下ろし。前には、そのラマ文コネクスト。 クロノス・ジョーンターの伝説1999発刊2に、鈴谷樹里の奇跡を書き下ろし。前3は、そのラマ文庫、クロノス・ジョーンターの伝説2003年発刊3に、外伝ともえの無双時間を増歩。前4はそのラマ文庫新装版、クロノス・ジョーンターの伝説2005年3月発刊46版単行本、新編。 クロノス・ジョーンターの伝説2005年7月発刊、そのラマ・ノベルス、クロノス・ジョーンターの伝説インフィニティ2008年2月、発刊。4から、共への無双時間を削除。クリツカ・テツヤの奇跡、野型講師の奇跡を書き下ろし、君がいた、時間僕の行く時間を収録。全6話、徳馬文庫、クロノス・ジョーンターの伝説2015年2月6日、発行。 吹原和彦の奇跡、栗塚哲也の奇跡、深川明良の奇跡、鈴谷樹里の奇跡、君がいた、時間僕の行く時間、野方講師の奇跡、友への無双時間を収録。すべて開出修正され、間末に、クロノス・ジョーンター年表を掲載。また、演劇集団キャラメルボックスが2015年2月3月に、 吹原和彦の奇跡を原作とした、クロノスを再演するに伴い、劇場販売限定の表紙付けバージョンが発売される。2009年7月21日より、ウェブコミック配信サイト、フレックスカーミネクストで漫画家作品が連載された。作画は、浅見マート。演劇集団キャラメルボックスより、吹原和彦の奇跡、深川明良の奇跡、鈴谷樹里の奇跡、 君がいた、時間僕の行く時間、野方講師の奇跡が舞台化されている。原作とは違う形で他作品との関連性があり、舞台版のオリジナル登場人物がいる。それに合わせ、関係、設定も変更されている箇所がいくつかある。また2015年に、演劇集団キャラメルボックスが、結成30周年第1弾として、クロノス、およびナル豊ユタカによる、 クロノスシリーズを原作としたオリジナル新作、パスファインダーを上演。翌年2016年2月から3月に、君がいた、時間僕の行く時間、および再び、なるいかによる、クロノスシリーズを原作としたオリジナル新作、フォーゲットミーノットが上演されることが決まっている。クロノス明日あなた会いたい、ミスダンデライオン君がいた、時間僕の行く時間サザンクロスイで、 概要2015年に演劇集団キャラメルボックスがクロノスを再演するにあたりクロノスシリーズを原作としてなるい豊か脚本演出で上演された。あらすじ出演概要2016年に演劇集団キャラメルボックスが君がいた時間僕の行く時間を再演するにあたりクロノスシリーズを原作としてなるい豊か脚本演出で上演された。なお、 出演者は、全員同時上演される、君がいた、時間僕の行く時間と同じメンバーである。あらすじ1970年春。時期に中学に上がる、小学生、吉野照美とその母親、節子は、車で帰宅中に、実家の映画館から出てきた男を引きそうになる。男は、ま一発で避けたが地面で頭を打って起用しない。 すぐに目は覚ましたものの記憶喪失になってしまった。男は自分の名前すらも忘れており、何かを思い出そうとした瞬間に、クロノススパイラルと謎の言葉を口にする。男の財布には、社員証が入っており、そこには、P フレック開発4課、春山慶太と書かれており、かろうじて男の名前が、春山慶太だと分かった。春山の持っていたリュックサックの中には、 着替えと、タイプライターのような機械、そして100万円が入っていた。担当医師は、旅行か誰かに会いに来たのではないかというが、春山にはわからなかった。てるみ、節子と共に見舞いに来た。てるみの祖母、絹代に何か、償いをさせてほしいと提案されるが金銭には困って、おらず、それよりも住むところに困っていると相談すると節子が、 実家の映画館で下宿をしないかと提案する。映画館にはすでに、春山敏郎という偶然同じ名字の青年技師が、住み込みでいたがもともと芝居小屋の楽屋で使われていた、広い部屋で、敏郎が良いのであればと、春山は、退院をして、映画館へと向かう。映画館監修であるテルミの祖父、伝次郎にも気に入られ、人手不足だからと、再び節子の提案を受けて、 映画館で働くことになる。しかし雪子には思惑があった。雪子はもともと東京で女優をしており、デビュー当初は大きな役をしていたが翌年には最初持ちの男との子、テルミを見ごもってしまった。一度はテルミを置いて、東京には戻ったものの仕事がもらえず生活に困り、実家の映画館を手伝ってはいたが、東京に戻って、 女優として再起したいから金を貸してほしいと伝次郎に幾度と頼んでいた。てるみの提案で、春山、としは、社員証に書かれていた住所へと向かう。しかしそこにあったのは、カボチャ畑で、会社は見る影もない。としの友人、栗崎県が勤めるホテルが近くにあるので、春山の、ことや会社を知らないかと話を聞きに行くが、栗崎も居合わせた、同僚。 柿沼純子も知らなかった。そこを偶然施設が明かり、奈良原薬郎が通り、春山のことを知らないかと聞くが、彼も知らないと答える。三人が立ち去った後、奈良原はどういう経緯で三人が訪れたのかを聞く。栗崎が、P フレックという会社を探していると告げると、奈良原は、P フレック驚愕する。すぐに、やはり知らなかったと取り繕うが、 奈良原は三人が立ち去った後をじっと見つめた出演。ありがとうございます。